はい、熱処理設備の水質管理専門、冷却等の水処理や水のかかりつけ医株式会社セールスエンジの杉山です。こんにちは。はい、今回はですね、食品工場で、よく起きる冷却等のですね、物発生についてお話をしたいと思います。食品工場とその物発生とですね、何の関係があるんだと思われるかと思いますけど、食品工場の冷却等はですね、非常に藻とかですね、雑菌の繁殖が多く見られます。これはなぜかと言いますと、よくあるのがですね、工場から出ている匂い、いろんな食品の匂いとかですね、あと排気ダクト、工場からの排気ダクトから出てくる工場からの食品の匂い、こういったものに含まれるですね、成分に、冷却等をですね、その風を吸い込むと、雑菌のですね、要は餌になってしまうということがあります。それで、非常に食品工場さんで、トラブルが多いのがですね、その雑菌の繁殖による物発生とかですね、雑菌スライム、こういったものが大量に繁殖をして、ストレーナーが詰まると、それで、循環がですね、できなくなって、生産が止まってしまうと、こういったトラブルがですね、非常に食品工場では多く見られます。で、対策としてはですね、じゃあどうすればいいのかと、要は水処理薬品を使ってですね、雑菌を殺してやると、殺菌していくと、で繁殖をですね、抑え込んでストレーナーの詰まりをですね、防止すると、こういうふうなですね、対策を取る必要があります。たかが匂いがってこう思われるかもしれないんですけど、実はですね、そういった匂いの中にはいろんなですね、生物をこう活性化する成分がこう含まれているということもありまして、非常にこう対策が必要になると。で、こういった匂いというのは食品工場ではですね、避けられない、ということもありますんで、冷却等のその設置場所を一つにしてもですね、当初からこう検討しておく必要があるということでございます。はい。当社ではですね、そうした冷却水のトラブルに関しまして、こういったペットボトルにですね、お客様の冷却水を取っていただいて、お送りいただきますと、今ですね、冷却水の無料診断サービスというのを行っております。水を分析してですね、その水の成分から今どういったトラブルを抱えられているのか、でそれをどういうふうに改善することができるのか、そういったご提案をですね、今やっておりますんで、ぜひ、冷却水の無料診断サービス、ご活用いただければなというふうに思います。はい、熱処理設備のトラブル激減、10年経っても安定稼働、熱処理設備の冷却水、最近もうストレーナーなんかしょっちゅう詰まってから冷却水が冷えようになるとかですね、冷却水が流れんとかですね、そういったトラブルでお困りでしたら、セールスエンジと検索をいただけますと、弊社の詳しい情報をご覧いただけます。どうぞよろしくお願いいたします。